パーアンガはトンガの通貨。補助通貨単位は1000日で、1パーアンガイコール100000日である。トンガではトンガドルとも呼ばれる。首都ヌクアロファにあるトンガ国立準備銀行によって発行され、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、米ドル、日本円の通貨バスケット製にペックされている。パーアンガは1967年4月3日に導入された。 当時のレートは 2A ポンドイコール2パーンガだった。1991年2月11日までパーンガはオーストラリアドルにペックしていたが、その後は上記の通貨バスケットにペックされるようになった。1967年に1、2、5、10、20、50セニティと1パーンガ効果が発行されたが、実際には50セニティと1パーンガは、紙幣が中心で効果の発行は、 わずかだった。その後、50セニティは、硬貨発行が主となり、紙幣の発行は1983年で中止された。現在流通している硬貨は1、2、5、10、20、50セニティ硬貨である。1、2セニティは、青銅貨、残りは、白銅貨である。1967年、2分の1、1、2、5、10パーンが紙幣が発行された。 当時の紙幣の絵柄は、すべてサローテ女王の肖像であった。1974年になると、王位を継承した、スッポー四世の肖像へと切り替えられた。1983年には2分の1パーンガ紙幣の発行が中止され、1985年には20パーンガが、1992年には50パーンガが、新たに発行された。ありがとうございます。